エンタマ。どうも皆さん、こんにちは。今日はリストの教育の部分についてお話しさせていただきます。前回のビデオではリストの集め方について話したんですけども、今日は、DRM の2つ目ですね。リストを集める、リストを教育する、そしてリストにクロージングをかけるの2番目のリストを教育するっていう項をお話しさせていただきます。それで、リストを教育するとなると、お客さんを洗脳していくみたいな、そういう響きがありますよね、教育の中には。僕の中ではどちらかというと、なんて言うんだろうな、洗脳するっていうよりも、教育するっていうよりも、共感を得るって形ですね。僕はこういうことを思ってますっていうことを言って、それに共感してくれた人、その過程がまさしく DRM の2番目の、リストを教育するにあたっていくんです。どのみちね、教育、共感、洗脳の、そういう、なんていうか、詳しい定義は別として、とにかく、リストを教育する上で、一つ分かっておいてほしいのは、ザイオンス効果。ザイオン効果と言われるんですけど、ザイオン効果とかザイオンス効果とか言われますよね。これ、単純接触効果とか言われるんですけども、例えば、ここに女性がいて、で、男性 A、男性 B、男性 C って、いるとしますよね。これ実際にあった実験なんですけど、で、女性はこの家に住んでると、そして男性 A を1個隣に住んでると、で、男性 B はその2個隣に住んでると、で、男性 C は、その3個、1個、2個、3個隣に住んでると。で、ABC を、たとえ、どんな顔にしてもね、どんなステータスにしたとしても、その女性の、この女性ね、この女性、この女性の、その、親近感っていうか、どの男性が一番親しみやすいですかって言ったら、常にこれ A になるんですよね。そういう心理実験があるんですよね。で、これなんで A になるかっていうと、近くに住んでるから、なんていうか、会う可能性が高いですよね。会う頻度が高くなりますよね。B さんよりも C さんよりも。A さんは隣に住んでるから、こんにちはってなる可能性が高いですよね。でも B さん、C さんになると、こっちに出てくるかもしれないし、A さんに比べて、女性は BC と会う確率は低くなりますよね。ってことで、単純接触回数が多い人、たとえ A がどんだけリッチで、たとえ A がどんだけ貧乏で、たとえ B がどんだけハンサムでって、たとえ C がどんだけデブでも、そんな関係なしに、この女性は常に、そういう実験上でいくと、この A の男性に興味を持つようになるんですよね。これはもう単純に接触した回数にほぼ比例して親近感を抱くようにできてるんですよね。ってことは、この原理、このザ、これザイオン効果って言うんですけども、このザイオン効果をまさしく、DRM に適用するとどうなるかっていうと、リストを集める。で、これを教育する。で、3はクロージングするですよね。クロージングするですよね。で、この教育の部分ですね。ここにザイオン効果を当てはめるんですよ。何回も接触することによって、お客さんとの距離を縮めていくと。で、距離を縮めるってことは、ラポールを形成する、信頼関係を形成することにつながるんで、信頼関係が出来上がった上で、例えばこの商品はいかがですかっていうふうにクロージングをする。3番クロージングをすることによって、売れる確率は高まるって話ですね。で、まさしくその親近感、ラポールを作る、ザイオン効果を利用するっていう過程が、この2番の教育だと思ってください。で、あんまりね、リストの教育の仕方っていうのは語られてないんですよね、どの教材見ても。だから僕が今回初めて、日本で初めて、リストの教育方法を、解こうと思います。ただ、これはなんていうんだろう、個別論で、一般化されたものじゃないんですよ。僕はこうしてるっていう経験則に基づいたものでしか言えないので、いろいろ方法があると思うんで、自分自身で試してみてください。ただ、僕はこうしてます。そして、5年、6年メルマガ発行し続けて、いろんなお客さんとこう接触し続けて、うまくいっている法則を4つ紹介しますね、4つ。1つ目は、
く見えてんのかな。一つ目はもう文字はその他のコミュニケーション媒体、コミュニケーションツールに比べて圧倒的に強いってことなんですよね。もうその他全てです。その他に当たるのは例えば動画とか、まあ、音声ファイルとか、まあいろいろあるんですけども、あるいはツールのプレゼントとかいろんなあるんですけど、お客さんが一番あなたに対して親近感を持つ瞬間っていうのはやっぱり文字だけなんですよね。だからどこまで行っても文字をうまくしなきゃいけないんですよ。活字ですね。まあ言葉ですね。で、この言葉の使い方、文字の使い方をうまくすることによって、その DRM の2番のリストを教育するの、このプロセスがすごい早く終わってしまうんですね。だからどこまで行っても文字を鍛えてください。どこまで行ってもその言葉を操れるようにしてほしいんですよ。例えばね、このその他に当たるの、さっきも言ったけど、動画とか、あるいは音声、まあいろいろあるんですけど、他に、まあ、ツールのプレゼントとか、あるいは面会とか、こういうその他にはいろんなレパートリーがあるんですけども、人を教育するとなるとやっぱり文字なんですよね。で、それなんでかっていうと、この説明するかどうかどうしようかな。人って文字信じやすいんですよね。文字って、洗脳力があるんですよ。文字って共感を得る力があるんですよね。例えば朝日新聞、個人名言ったら悪いけど、朝日新聞が例えばテポの打ち上げましたって言ったら多くの人は信じてしまいますよね。だけども YouTube とかニコ動とかで、テポドンの打ち上げ始まりましたとか言ったってみんな信じないんですよ。それなんでかって言ったら、クリックしてしまったらもうその動画見るの簡単じゃないですか。で、真意がわかるじゃないですか。で、動画で嘘つくのってすごい難しいんですよ。だってテポドンの打ち上げ映像をそのまあアフターエフェクトとかいろんな動画を使ってね、いろんな編集テクニックを使ってこう作ったとしてもすごい時間かかるし、真意って見極めやすいんですよね。でも活字となると真意は見極めにくいんですよね。テポドン打ち上げましたってこう、あ、もう4社がね、ビッグの4社、新聞4社がこう言ってしまったら誰でも信じちゃいますよね。ってことはもう活字っていうのはどこまで行っても洗脳力があると、人をこう教育する、影響を与えるっていうのにすごい強いツールなんですよね。これ文字見えてるのかな？見えてますね。文字。だから文字を、まず一番最初にあなたにビルドしていただきたい力っていうのは文字ですね。どうやって相手に文字で伝えるか、どうやって相手と活字を使ってコミュニケーションするか、どうやって相手との距離を言葉を使って縮めていくかってことを考えてほしいんですよ。大事なのは文字ですね。まあ、これを前提にして、まあ、次の話聞いてください。一番は文字が大事だよって話。間違ってね、そのどん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 動画撮ってメルマガの中にこの、じゃあ動画へのリンクはこちらとかね、音声ファイルはこちらみたいな感じで、そういうメルマガをどんどん流していく、それ意味ないんですよね。メルマガは文字でしか伝わらないんですよ。メルマガは文字のためにあるんですよ。だから文字を強くして活字をうまく操れるようになって、活字で相手に影響力を与えるようにしてください。そこにもメルマガ発行しながらそこに動画へのリンクとか、あるいは音声リンクとか貼るのはダメ。意味がないから。次ですね。次、ペットボトル理論です。次、ペットボトル理論ですね。ペットボトル理論って、まあ、完璧に僕たちの造語なんですけども、まあ、これは大仏さんから教えていただいたんですが、人間っていろんな能力がありますよね。例えば、わかんないけど、こういう感じで、例えば、英語力とか、例えば、Google AdWords とか、Google AdWords ってリスティング広告ですね。あるいは、なんだろう、SEO に強かったり、あるいは、デザインに強かったり、みたいな感じで、こう人間にはいろんなこうレパートリーがある。これ僕ペットボトルを意識して書いてるんですけど、まあ、みんなこう自分たちにはレパートリーがあると。そして鍛えるべき力っていうのはたくさんあるんですよ。で、僕自身は一人の人間、私を判断するときの私自身は
こういう風にしてものを見ますよね。こういう風にして。あとは SEO デザイン。あと何ある他に。例えば、ホームページ制作とかですか。僕自身はこういう感じなんですよ。例えばね、自分自身を見るときって人間こうするんですよ。あ、僕には英語力がないなとか、僕には Google AdWords のペットボトルが空っぽだよとか、僕は SEO は空っぽだよとかね、こういう感じで見るんですよね。で、一番ダメな感じは、一番ダメなのはどうするかっていうと、みんなある程度浸すんですよね、こういう風にして。だって、まあこれだけね、情報化社会って言われて、毎日のようにいろんな情報に触れてますよね。そうすると、まあ英語も重要だって言われるし、ビジネスの、まあ、アドワーズ広告打つのも大事だって言われるし、SEO も重要だって言われます。デザインは今重要ですって言われます。ホームページ制作の力は必要ですよって言われてますよね。そうするとみんななんかね、中途半端に手をつけるんですよね。で、問題なのは、お客さんっていうのは、潜在顧客っていうのは、あるいは世の中っていうのは、あなたをどう見るかっていうと、この横から見るんじゃないですよね。この方向から見るんですよね。この方向から。お客さんって。この方向からしか見ないんですよね。だからお客さんは、こう、なんて言うんだろうな。こういう感じで、これ、1本に見えません？いや、4本に見えません。これが1本に見えますよね。こういう感じで。お客さんこういう風にしか見ないんですよね。自分たちはこういう風に見るんですよ。あ、赤色が、この赤色がないなとかね、あ、この黒色がないなって言うけど、お客さんは横からしか見ないんですよね。そうすると一本にしか見えないじゃないですか。これと同じで、あなたが世の中で認知される瞬間っていうのは、あ、あなたは英語力は足りないですね。でも Google AdWords の力はありますねっていう感じで世の中は見ないんですよね。世の中はこういう風にして横からしか見ないんですよ。ってことはどう思うかっていうと、例えば、英語ができるようになりますよね。そうすると、まあ、じゃあ Google AdWords がプロになるとしましょう。例えば Google AdWords の一番上の資格、例えば Google AdWords プロフェッショナルとか、確かその名前だったと思うんですけど、それをこういう風にして満杯にするんですよ。そうするとどうなるかわかりますか？たとえ英語が空っぽでも Google AdWords 満杯だから、そのここ全体が満杯に見えてしまうんですよね。で、その人自身、この人自身がもう全てにおいて満タンの人に見えるんですよね。あ、多分あの人は英語もできるんだろうと。多分あの人は SEO もできるんだろう。多分あの人は集客のプロなんだろうみたいな感じで、世の中の人はあなたに注目しだすんですよね。ってことは、大事なのはっていうか、人を一気に引きつけるためには、こういう感じで、あらゆるスキルを一気にやるんじゃなくて、選択と集中、ドラッカーじゃないけども、選択と集中で、まずは一つに、自分の鍛えるべきスキルをフィックスして、どれでもいいですけど、フィックスして、僕は Google AdWords は満タンですよっていう感じで世の中に自分自身をリリースすると、そうすると世の中はこういうふうにしか見てこないんで、その瞬間に、あ、満タンだと。でもこれは Google AdWords が満タンだって言わないんですよね。多分 SEO もできる、多分デザインもできる、多分ホームページ制作もできる、多分英語もできるみたいな感じで、全てにおいて満杯な人と判断してくれるんですよね。ってことは、あなたがメルマガを発行する上で自分のエッジを立たせたい場合は、まあ、メルマガ発行に限らずね、こう世の中でうまく生きていくためには多分ね、いろんな力があるよりも、一つまずエッジを利かした、まあこれだけなら絶対に負けないぜみたいな、日本で絶対一番になれるぜみたいなスキルを作ってしまえば、まあ、エッジは効いてしまうんで、人を集められないことはないのかなと。そうすると、こうみんな見てくるんで、Google AdWords の得意な、山口さんとかそんな感じじゃないですよね。すべてにおいて能力が高い山口さんみたいな感じでみんなが見てくるんですよね。で、メルマガの話を、DRM のリストを教育するって話をしてるんで、その話でいくと、教育する上で、あなたを誰かが信頼してほしいと。違うね。あなたは誰かに信頼してほしいと。そう考えたときに、一番簡単に手っ取り早く信頼を得る方法は、あなたが何か一つ、こういう感じで、飛び抜けたスキルを持っておくと。そうすることによって、人を引きつけることができると。で、例えばどんなスキルがありますかって言われたら、それはまあご自身で考えてほしいんですけども、何あるかな。ネットビジネスやる上でこれあったらいいよっていうスキルは、いろいろあるんですけども、一つ英語できたらいいですよね。ここにあるように。絶対できないんで。なんで英語ができた方がいいんですかっていうと、まず情報チャンネルが違ってくるんですよ。情報チャンネルが違ってくるんですよ。みんなは、日本の PDF、日本の本を読んで、日本の音声を聞いて、日本のビジネスのスクール通って、それをアウトプットしてるだけなんですけども、もし英語ができると、他のその他大勢と全く違うチャンネルから情報を持ってこられるんですよね。だからまあ、僕の友人で、
まあ、僕の友人っていうか、僕と一緒に働いてるメンバーはほとんどみんな英語喋れるんですけども、それはもう他と圧倒的な情報チャンネルの差別化をしたいからなんですよね。僕らはとにかく英語圏から、特にアメリカの最先端のマーケティングを持ってくると。で、それをアウトプットしてる感じですよね。英語できたらいいっていうのが一つと、あとは、まあ、プログラミングもそうですよね。プログラミング。あ、もうここに例えばさ、SEO とかいろんな力あるんですけども、それってもうなんかね、競合他社多すぎるんですよね。でも、プログラミングできるって人は少ないんですよ。PHP とか、MySQL とか、Java とか、JavaScript とか、ここら辺できるようになると、まあ、ビジネスで即戦力のある、まあ、言語になりますよね。で、他にデザインですね。デザインもっと具体的に言うと、Photoshop とか、イラストレーターとか、Photoshop とかイラストレーター使えるようになって、さらにかっこいいデザインを作れるようになると、重宝されるよと。あとは、ライティングのスキルですね。もし、自分の収入に直結させたい場合はですよ、ライティングのスキルとかすごい重要ですね。ライティングっていうのは、コピーライティングですよね。相手をどう引きつけるかっていう、ライティングの能力があれば、エッジの効いた人間になりません。ライティングできる人、日本にいないんで、コピーライティングが上手いなって人は日本にいないんで、もしあなたがコピーライティング、例えばアメリカのすごいコピーライティングが上手な人から学んで、それを日本でこう教えたりすると、まず簡単にエッジの効いた人間になりますので、ライティングってすごい収入につながるスキルなんで、具体的な値段は言いませんけども、まあ言うけど、だいたいコピーで日本で稼いでる人だったら1億、2億とか、で自分のプロモーションやってる人は5億とか稼いでる人いますよね、ライティングの。スキルだけで。あとは、SEO のスキルとかって、なんていうかな。これ最低限絶対持っておかなきゃなんないですだから、SEO は極めてますっていう人はあんまり魅力的じゃないんですよね。ここら辺ですかね、差別化できるスキルって。ですよね。ここに、例えば、で最低限あったらいいのとか、例えば SEO とか、あと動画編集も入ってきますね、ここら辺、動画編集。アフターエフェクトとか、プレミアプロみたいな感じで、動画編集ができますと、すごい動画作るの上手ですっていうだけで、もうこの例えばさ、動画っていう、ここが満タンなだけで、みんなは、あの人はすごい人だって見てくるんでね。ここら辺ですね。ライティングスキル、英語、動画、プログラミング、そしてデザインみたいな。これが2番。あなたのメルマガを魅力的なエッジの立ったものにしたい場合、そして、読者と距離を縮めるスピードを速くしたい場合は、やっぱり、ペットボトル理論で、まずは一つのペットボトルをまず満タンにしてみるっていうのが手ですよね。次ですね。次は、吊り橋効果って話ですね。次は吊り橋効果ってお話させてもらいます。吊り橋効果っていうのは有名な話だけども、そう、もう今にもこう崩れそうな危ない、そしてすごい高いところにある吊り橋をカップルじゃないね。この女の子を口説きたいと思って、その女の子と一緒に渡るんですよ。で、その渡った後、告白することによって成功確率は高まるよって話なんですけども、女の子は吊り橋を渡っているその恐怖心、そのドキドキがあるわけですよ。それは吊り橋だからこそ、その怖いと。高いところで落ちたら怖いと。この揺れが怖いと。そしてこの、橋が今にも崩れるんじゃないか。だからドキドキしてるっていうこのドキドキ感あるんですけども、その、男の子に告白された瞬間に、そのドキドキが、この人好きだから私はドキドキしてるんじゃないのかみたいな感じで転換されていくんですよね。ってことは、これすごいテクニックなんですけども、お客さんとの距離を縮めたいと。で、それを距離を縮めるためには、もちろん、この人はビジネスにおいてすごい信頼のできる人だと。そういう風にして思ってほしいわけですよね。だけども、なんて言うんだろうな。吊り橋効果を使うことによって、
お客さんとの距離を縮めることができるんですよ。ビジネスのことを語らずして。これはね、僕言葉では説明しにくいんですけども、これ猪子さんが言ってたんですけど、チームラボの。人間にはこういうふうにして、例えば、嬉しい。で、悲しい。腹立ってる。幸せみたいな、いろんな感情があると思っているんだけども、実はそういうのは関係なくて、関係あるのは、単純に感情っていうのは全て同じで、大事なのはこの振れ幅だけだと。人間にはもうこの一つの振れ幅しかないと。悲しい気持ち30とか、悲しい気持ちが30とかじゃなくて、感情30、感情60、感情20、感情50みたいな感じで、もう一つしかないと、このゲージは。これまさしく僕、吊り橋効果かなと思ってるんですよ。とにかく人間の一つの感情しかないと。あとはもうその上下しかないと。どのくらい上に行ってるかってことなんですよね。で、僕はもう自分のメルマガはこれを適用して成功してるんですよね。例えば、本当言うと、このラインを超えることによって、これが例えばクリティカルポイントだとしましょう。すべて、みんなが購入したくなる、この人を信頼してしまうっていうクリティカルポイントだとしますよ。で、あなたが何回もこうメルマガを送ることによって、お客さんはこういう風に言って、下がる必要ないですね。お客さんはこういう風にして、クリティカルポイントを超えてくれると。で、その過程であなたは何回もこういう風にして、メール1通目、メール2通目、メール3通目、メール4通目、メール5通目で、あなたのクリティカルポイントを超えると。で、その超えたお客さんに対して、クロージングするわけですね。クロージングすると。そしたら売れますよと。でもこの段階、この時点でクロージングしてみても失敗しちゃいますよって話ですよね。で、このクリティカルポイントは何かって話なんですよ。もちろん、普通の人は思うのは、ビジネスにおいて、ビジネスにおいて有能な人。ビジネスにおいて有能な人。って思わせたら、まあみんなは買ってくれるって思っているんですよ。でもそれは違って、実はさっきの猪子さんじゃないけども同じで、人間にはその感情の振れ幅しかないと。だからとりあえずすごいと思ってもらえば何でもよくて、実はね、本当はビジネスで有能って思ってもらって、そのビジネスで有能、あ、この人はビジネスで信頼できる人だっていう感じで、クリティカルポイントを超えてもらうことも可能なんですけども、もっと楽なのは、この人いい人だって思ってもらうことなんですよね。で、いい人だって思ってもらうことによってこのクリティカルポイントを超えると。ビジネスの話を僕の場合は例えばね、ビジネスの話を全くしなくても、あるいは英語の話全くしなくても、あるいはダイエットの話全くしなくても、ビジネスの商品売れるし、英語の商品売れるし、ダイエット商品必ず売れるんですよ僕は。それはなんでかって言ったら、いい人だって思われるっていうか、そのビジネスとかダイエットとかその専門性に強い人だっていうこととずらして別の話をしてクロージングかけれるんですよね。で、とにかくいい人だとか、あるいはこの人は面白い人とか、面白い人みたいな感じで他の面からアプローチしていくんですよね。例えばビジネスで有能だって思わせることもすごい重要なんだけども、例えばね、メルマガが10通あるとするじゃないですか。メルマガ10つあるとしますよね。こういう風にして3、4、5、6、7、8、9、10ってありますよね。で、まあもちろん一番最初はビジネスの話をするわけですよ。で、最初の2回ぐらいはビジネスの話をします。ね。そうじゃないといきなり変な話がしだすとこの人頭悪いとか思われるんで、ビジネスに関係ないこと話すんじゃないかと思われるんですよ。で、まあ3回目ぐらいからビジネスの話して、で3回目もビジネスの話して、4回目あたりで僕は別の話するんですよ。大体ここでは何を話すかっていう、例えば自分の過去話とか、
自分の過去話とかするわけですね。あるいは元カノの話とかね、あるいは自分が経験した感動したこととか、でそういうことによってそのお客さんの感情の度合いを上げるんですよね。具体的にどういうことかっていうと、もう一回書くと、こうクリティカルポイントがあると、そうすると、まあ、ビジネスの話を続けていくと、でね、こういう感じで、あ、この人面白いこと言った、あんま面白くなかった、つまらんこと言ったなみたいな感じで、なかなかね、これをずっとこう上げ続けることって難しいんですよ。難しいんですよ。だから僕がどうするかっていうと、もちろんビジネスの話をすると、なんでビジネスの話で上がりづらいかっていうと、なんて言うんだろうな、初心者に対しては難しすぎたり、あるいは上級者に対しては簡単すぎてるっていう、その調整が効きづらいですよね。あなたがどんな単語を使うかによって、あなたはどんなフレーズ、あなたがどんなテクニカル単語を使うことによって、お客さんはこう、なんて言うんだろうな、反応が変わってくるんですよね。上級者に対してはそれ簡単すぎる、初級者に関してはそれはもう難しすぎるみたいな感じで、全てを包括するような文章を書くのはすごい難しいんですよ。だけども全てを包括できるのは、例えばこれですよ。僕の過去話とか、あるいはもう一回ここで話すのは僕の恥ずかしい話とか、大学生の時に2回おねしょしましたみたいな、そういう恥ずかしい話とかそういう気持ちでつなぎをするんですよね。こういう感じで、わかりますかね。どの道から上がってくれるんですよ。で、また面白い話するとまた上がるんですよね。で、もう一回ここら辺でビジネスの話に戻りますがみたいな、メルマガ1通目、2通目、3通目、4通目、5通目、6通目ぐらいで、で、面白い話したらクリティカルポイント超えたみたいな、で、こういうメルマガの発行の仕方すればいいんですよね。いつまでもね、1から10全てビジネスの話をする人がいるんですよ。ビジネスっていうのはねとか、ネットビジネスっていうのはねとか、 SEO はねとかね、あるいは Google リスト、あ、 Google SEO とか AdWords とかリスティング広告はとかね、まあそういう感じで全部ビジネスビジネスビジネスでいくと、みんなもだるくなって飽きてくるし、全ての層を包括するようなことを話すのは不可能なんですよ。でも自分の過去話とか、あるいは感動した話とか、なんて言うんだろう、普遍性のある話題、みんなをとにかく相手の感情を揺さぶるような話をすると、そうすることによってつなぎができるっていうか、全ての人をこう反応させることができるんですよね。で、まあビジネスの話最後にしてクリティカルポイント超えれば、みんななんて言うかっていうと、うわ、この人から商品買いたいってなるんですよね。で、これが吊り橋効果。三つ目ですね。で、これ結構さらっと流したんですけど、すっごい重要なことなんですよ。で、僕の今までのメルマガとか、大仏さんとか、カエルさんのメルマガ見てもらったらわかるんですけど、どうなってるかっていうと、ほとんどビジネスの話してないですよね。で、ほとんど英語の話してないです。ほとんどプログラミングの話してないです。ほとんどデザインの話してないです。ほとんどダイエット商品の話してないですよ。だけども、どんどん物売れるんです。それは、彼らは、この能力に長けてるんですよね。この能力。ここのレパートリーは何でも OK です。過去話、自分の恥ずかしい話、とにかく自分をさらけ出す感じ、あるいはまあこういうことしてましたかみたいな、雑学でもいいし、こういう話をどんだけ持ってるかってことによって、このつなぎの部分、赤の部分が多くなってくると。で、赤の部分ってあんまり下がることないんですよね。まあ大仏さんとかたまにすごい下ネタとかして、その下ネタによってね、解除率を抜群に上げてるんですけども、そういうその下ネタは下がる可能性あるかもしれないけど、男の人にとっては上がることもあるんですよね。うわ、この人面白いみたいな、メルマガの中で精子とか言ってるみたいな感じで、これが吊り橋効果。これね、今消したくないんですよ。消したくない理由はすごい重要だから、ここはいつまでもこう時間引っ張りたいんですよね。まあ次行かなきゃいけないんで行きますね。まあこれ教育の中で一番大事な吊り橋効果ですね。次ですね。次は、ツーウェイメルマガって話します。ラストですね。ツーウェイメルマガって話しますね。で、ツーウェイメルマガっていうのはこういうことですね。方向性がこういうのと、こういうの。まあ、何のことかっていうと、例えば、自分たちがメルマガを書いていくじゃないですか。で、メルマガをこう書いてって、いつかどのか、
どこかの時点で商品を売りたいですね。それしかもそれアフィリエイトとか広告じゃなくて他人の商品じゃなくて自分のプロモーションした商品を売りたいですよね。その方が売り上げ絶対上がるから、他人の商品売ってたって、もらえるのってコミッションの 30%、多くて 50%、まあ多くて 80% ぐらいでしょ。そんなんだったら、自分の商品売ってしまえば 100% 自分のものになるから、やっぱり自分の商品を開発して、で、自分の商品を売った方がいいんですよ。ほんで、自分の商品を売るときに、例えばね、毎日こういう風にしてメルマガを発行します、メルマガを発行します、みたいな感じで、で、今商品作りました、みたいな。商品作ってる最中ですよ、みたいな感じで。で、こういう感じで言っていくと、うまく商品の魅力を伝えずにして、まあ、プロダクトローンチじゃないけども、販売みたいな。そうすると、ここであんまり売り上げが上がらないんですよね。この段階で。いつもはビジネスのことについて話してると。で、僕たち今、商品作りました、みたいな。ほんで、まあ、ちょっとしばらく経って、で、また商品販売ですって、もあんま売れないんですよ。それなんでかっていうと、逆算思考ができてないからですね。この方向の。この何月何日の時点で商品を販売した時に、この人たちが欲しくなるような商品っていうのを、あらかじめ自分たちでリサーチしておかなきゃいけないんですよ。で、こういう過程でワンウェイだけで、一つの方向だけで、ワンウェイだけでメルマガを作ってるとこういうオチになるんですよ。で、僕たちはどうしてるかっていうと、僕たちはこういう風に作ってます。まずワンウェイ。ワンウェイはいつもなんですよ。ビジネスのこと話します。自分昨日起こった悲しかった話します。またビジネスの話します。元カノに振られた話します。今の彼女は外国人ですとかこんな感じで、ワンウェイでまず作るんですよね。ワンウェイで。これはいいんですよ。でも、この商品を、じゃなかった、このメルマガを作ってる過程で、どこかの段階で僕たちは商品開発を始めるわけです。もちろんこの過程でお客さんとこうコミュニケーションをしてるわけですよね。メルマガの過程で。まあブログでコメント取ってもいいし、こういう風にしてコミュニケーションしてるんですよ。そうするとお客さんがどんな商品欲しいかっていうのは分かってくるんですよね。これがまさしくマーケティングですよね。で、その過程で、じゃあ、あとこの情報を自分たちで持ち帰って、じゃあこういう商品、じゃあ A っていう商品を作りましょうって僕たちは決めるわけですね。A っていう商品を作るって決めるわけです。で、実際に A っていう商品を完成させるんですよ。完成させるんですよ。で、完成させて、このか A っていう商品欲しくなるようなメルマガを書いていこうって決めるんですよね。わかりますかね。で、具体的にどうするかっていうと、これはもう完璧に逆算思考ですね。買いづらいかな。これメルマガの発行日ですね。メルマガ発行日1日目、2日目、3日目、4日目、5日目、6日目、7日目、8日目、9日目、10、11みたいな感じで発行していくんですよ。で、こういう風にしてメルマガを作っていくんですけども、あえて間を空けるんですよね。それはなんでかって言ったら、商品開発をして、例えば12日目に商品を売り出すと決めますよね。12日目、ここ勝負の日ですよね。で、この日に販売すると。この日に商品を販売するって決めた場合は、こういう方向で、この日に商品を売ろうとしてもうまくいかないんですよ。大事なのは逆算思考ですね。12日に商品を売ると決めると。で、その過程で、じゃあどういう風にして伏線を張れば、この12日のお客さんは商品を一番買いたいっていう感情になるかってことを逆算して考えるんですよ。だから僕たちは、メルマガを逆に作っていくんですよね。ここを作るんですよ、ここ。ここ 1個目作って、ここを2日目に作って、3個目に作って、じゃあいいよ、みたいな。でもお客さんはこういう風に呼んでいくんですよ。で僕たちはメルマガこういう風に作っていくんですよ。この日に売るって決めたら、じゃあ販売残り、1,2,3 だから3日後に販売です。期待していてくださいね、みたいな。で、この商品の概要はみたいな感じでここから決めるんですよね。で、こういう風に埋めていくと。
そうするとお客さんはどういうふうに呼んでいくかっていうと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11で、ここで買うと。で、ここでもう十分にビジネスの、信頼度を上げてるわけですね。まあ、さっきの、吊り橋効果じゃないけども、ここだけでもかなり僕のこと、僕らのこと信頼してるんですよね。で、さらに、商品も欲しくなるような伏線が貼られてるんですよ。でもこれをね、1、2、3、4で同時進行に作っていったら、ちぐはぐな感じで販売日に間に合わなくなるんですよね。だから、販売日を決めて、で、こういう感じでメルマガ作っていくんですよ。3日前にはこれ言おう。5日前にはこれ言おう。8日前にはこれ言おう。で、10日前にはこれを言おうみたいな感じで、こういう形で商品を作った、メルマガを作っていくことによって、まあ、この日にお客さんが販売して、お客さんが商品を最も欲しいという気持ちにさせるようなメルマガの伏線を貼っていくんですね。これが 2way のメルマガの作り方です。大体の人はこう 1way で、こっちの方向しか作ってないんですけど、僕らはこういう感じで 2way で、2way で作っていくんで、まあ、お客さん自体はこういう風にして読んでいくんですけども、全部読み終わった段階、12日目とかに商品販売した段階に商品が爆発的に売れるのは、もうこの12日の段階でお客さんのその欲しいっていう気持ちが完璧に出来上がっているような伏線を張ってるんですよね。これが僕たちの基本的なメルマガに限らずいろんなマーケティング手法で、もうお客さんの気持ちをこう逆算して、ゴールから逆算して作るメルマガとかコンテンツ配信をしてます。まあ以上が何分だったかな、36分ですね。まあ以上が DRM の2つ目のリストを教育するでした。で、次回はリストにクロージングをかけるっていうお話です。ありがとうございました。おおおお、メルマガチェック、メルマガチェック、ああメルマガチェック、ああメルマガチェック。 Twitter マーケティング教材が欲しい方は下のリンクをクリック。